シュトラースブルクは、1911年浸水の、ドイツ帝国海軍の小型巡洋艦、マクデブルク級3番艦である。艦名は建造当時ドイツ領であった都市、シュトラースブルクにちなむ。シュトラースブルクは、帝国海軍ビルヘルムスハーフェン造船所で建造され、1912年10月1日に、収益。第一次世界大戦では1 9十四年八月十八日に、 発生したヘルゴラントバイト海戦に参加した。対戦後は賠償艦として1920年7月にイタリア王国へ譲渡された。イタリア海軍ではイタリアの都市ターラントにちなみターラントと改名された。1921年から1924年にかけて8 8トル広角砲2機を 国産のアンサルド 7.6cm 炭素広角砲2機に換装した。ついで1926年に水蒸気1機を搭載した。1936年から1937年にかけて植民地警備艦として改装が行われ、高速よりも燃費が重視されたために、シュボイラー2機と環境の真後ろの煙突1本が撤去されて3本煙突となった。 これにより出力は1万3000馬力に低下して、速力は21.0ノットとなった。代わりに燃料庫が広げられて、石炭1303トン、重油130トンに増を始めできた。武装面においては、魚雷発射管は50センチメートル、連装魚雷発射管2機と13.2ミ、mm、リメートル、炭装機銃2丁が追加された。外観上の特徴として、 一番煙突と二番煙突を一体にし、他の煙突を含め長部がやや短くされ、キャップが設けられている。タラントは1943年9月にラスペツヤで自沈した。ドイツ海軍により扶養されるが、連合軍の爆撃を受けて撃沈。もう一度扶養されるは1944年9月23日の空襲で沈没した。ありがとうございます。